スンダムモビルスーツ大好き、ゼータガンダム好き、テレビアニメ機動戦士ゼータガンダムの真の主役機、スーブってこれを嫌いという大人になりたくない、ハンバーグが好きだ恥ずかしくない、お寿司が好きだ恥ずかしくない、ゼータガンダムが好きだ全然恥ずかしくない、未だに好きなモビルスーツランキングでアナザー系を抑えて2位に入る大人気。デザインの完成が難航して登場が番組中盤にずれ込んじゃったのは有名だね。でもそのおかげで誰もが納得する最高のデザインができたのだ。あのね、40年経っても近未来を感じさせるシャープなデザイン、顔つきとか色とか初代ガンダムからあえて外しつつもしっかりガンダムしている絶妙なバランス。あの、そして斬新な変形機構、完全変形のガンプラが出る旅パーツをポロポロこぼしながら変形させた思い出、そしてもう二度と変形はさせまいと思ってそのまま飾るんだ。枝豆、高い機動性を誇りつつ両足に2機搭載したジェネレーターのおかげでハイパーメガランチャーなどの高出力兵器も扱える、瞬速の狙撃士としてゲームでも大活躍の機体なのだ。聞いてくれるかしら。手短に頼むよ、私はゼータガンダムの話がしたいんだ。ゼータガンダムの成立の過程を調べてみたらね、いろいろ意外なことが分かったの。そんで私、例の有名なデザイン完成が遅れて登場が遅れたって話、ぶっちゃけ嘘じゃねえかなって疑ってんの。嘘も何もめちゃくちゃ有名な説なのだ、あちこちに書いてあるぞ。デザイン決定から商品開発までに膨大な作業と時間を要し、番組への登場は後半開始の3クール目にまでずれ込んだため、テレビシリーズ前半には代わりにガンダムマーク2が主役級モビルスーツとして使用された。ウィキペディア、本来は番組当初からの主役機であったのだが、デザイン作業が難航し給与の策として前期主役機のガンダムマーク2が設定された経緯がある。ピクシブ百科事典。それがさ、放映開始の7ヶ月も前の企画書にはっきり書いてあんのよ、後半から出しますって。え、7ヶ月？なんかもっとギリギリに変更したイメージだったのだ。ちょっと気になるでしょ、だから最初しばらく私に喋らせてくれないかしら。よかろう、手短に頼むよ。ポイント1、別冊アニメディアという司会文書。私もゼータ関連資料を買い集めて20冊以上になったけれど、当初期待していた有名なデータ本よりもやべえ情報がザクザク拾えてる穴馬的な本があるのよ、それがこれ。別冊アニメディア、ゼータガンダム。今までもちょくちょく引用してたね。一見よくあるファン向けムックなんだけど、ちょいちょい当初の企画書とかスタッフさんのこぼれ話が載ってんの。メラニー・ヒューカーバインがユダヤ人だとか、オークランドとオーガスタは元は同じだったとか書いてあったのもこれね。うむ、ズンダモンの好きな百式の話もあったわよ。え、どれ？これなんだけど、バンダイとの会議の席でいきなり富野さんが、ここに100の字を入れます、シャアの赤色というのはもう古いんじゃないか、黄金のシャアにしようと言って決まりました。なんか焼肉のタレみたいですけど。ハゲが肩に突然字を入れたエピソードは知ってたけど、赤はもう古いって言い出したのは初めて聞いたな。あと黄金のタレって40年前から売ってるんだ。そんでこれ出所不明の噂話じゃなくて、設定制作で関わっていらした高松真嗣さんのお話なの。高松真嗣さんといえば、勇者シリーズで活躍された後、ガンダムウィングの後半と X で監督をされた方なのだ。すげえ。これなんかも好きよ。ポウ村雨は最初はサエコ村雨という順に本的な名前だった。なお没になった名前には村雨35号などというのもあるとか。これはひどい、村雨35号だったら人気出てなさそうだぜ。他にもネットにはあんま書かれてない話が結構あってね、愛読してるガンダマーブログで紹介されてたから目を通してたんだけど、そこに掲載されていた放映開始の7ヶ月も前に書かれた企画書からいろんなドラマが見えてきたのよね。ポイント2、時系列の整理。先に頭を整理してもらうために時系列をまとめておくわ。はい。1984年2月、前番組重戦機エルガイム放映開始、ほぼ同時にガンダム続編制作の打診があり、企画スタート。3から6月頃、富野監督、長野守にドムとゲルググフとしてメカデザインを依頼、リック・ディアスとガルバルディ・ベータの原案ができる。この頃、後に百式の原案となる長野ゼータが成立。長野守さんによる初期デザインは有名だから見たことのある人も多いと思うわ。それがこれです。お、百式とかマーク2とかリック・ディアスにつながるデザインがあちこちにあるのだ。ファンの間では長らく百式ラフと呼ばれてたけど、実は主役メカをイメージして描かれたもの。この動画では便宜上これを長野ゼータと呼ぶわ。この長野ゼータの成立がなぜこの時期と推察できるのかは後ほど喋るね。そんで7月、別冊アニメディア掲載の企画書、司会文書が制作される。11月、ゼータガンダム制作発表、アニメ誌などで大々的に取り上げられる。この時点ではまだゼータのデザインは完成していない、記録が残っているわ。1985年1月11日、藤田和美氏によるゼータの最終準備校完成。まだ頭部デザインが決定校とも、オープニングの謎ゼータとも異なるが、胴体部や変形機構は完成済み、
3月2日、機動戦士ゼータガンダム放映開始。第1話、黒いガンダム。4月12日、ゼータガンダム最終決定校完成。放映開始の1ヶ月後にようやく完成してる。こんなに時間かかるもんなのか。そこはほんとピンキリみたい。長野守さんの別のインタビューでこんなのがあったわ。1985年の4月に富野さんから電話があって、やっぱりあと2体くらい作ってほしいな、と言われまして、僕は、まあ、監督の頼みだから仕方がないですね、という感じで引き受けたんです。ここで引き受けたメカがメタス21は、つまり7月27日放映のメカを4月20から発注してる。中2ヶ月で完成させて納品か。すごい。さらに笑っちゃうのは、ここで長野さんが作ったメタスは一度没になる。そしてハンブラビと名前を変えて世に出るのよ。つまりハンブラビはもともとメタスだった。待て、じゃあなんだ、長野守はファヤレコアが乗る味方メカとしてあのハンブラビをデザインしたってこと？天才の考えることはわかんないわ。久々に再会したファがハンブラビに乗って出撃してたら、カミーユの精神崩壊も早まるのだ。これがその没になった長野版メタスです。クラックスという名前だったそうよ。めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。でもこれに乗ってるファは怖い。そんでそんな勢いで作ったメタスとハンブラビも12月にはプラモ化までしてる。バンダイ脅威の技術力なのだ。少し後の話になるけれど、 G ガンダムの時なんて3ヶ月でゼロからお話作って放映開始と同時にプラモも売ってんのよ。通常春先に新シリーズを始める場合は、前年の夏頃からバンダイも交えて企画を練り、秋には内容を固めるが、本作の場合はバンダイが新シリーズに格闘ゲームの要素を入れるよう要求したため、1993年11月に企画案が根底から覆ることになった。次回作として予定されていたポルカガンダムの1話の脚本作業までやっていたところ、12月に中止となり、 G ガンダム制作へと変更された。ウィキペディア、機動武闘伝 G ガンダムより。これで4月にはシャイニングガンダムのプラも売ってたもんな。現場のチヘドが想像できるぞ。とはいえ、ゼータガンダムは特殊な事情も多かったから簡単に比較もできないのよね。ガンダム初の続編だったし、バンダイがメインスポンサーにつくのも初。主役機ゼータガンダムともなれば大いにマーチャンダイジングが絡んでくる。登場と同時にプラモ発売という流れにしないと売れないから、プラモを設計して金型作って量産する時間も逆算したんでしょう。実際ゼータガンダムは7月27日ゼータの鼓動でアニメ初登場、8月3日シロッコの目でモビルスーツ状態が初お目見えしてる。そしてプラモの発売は1985年8月。ぴったりじゃねえか。むしろプラモの発売日にアニメのスケジュールを合わせてたんだね。前回なんでゼータ初登場の回はあんなに盛り上がらないのかって話をしたけど、これもしかしてプラモが8月発売だからモビルスーツ形態へ変形するのを一周遅らせたのかしら。そこまで商売の匂いをさせるか。だってこれ最低でも数千万円規模の話だろうからね。4月にデザイン確定してメタスと同じく4ヶ月後でプラモ発売だとすると、8月発売でぴったり合うね。この辺私もにょるのよ。マジで本当に遅れてたんならもう少しプラモせかす気もする。逆にもともとこのスケジュールで4月のギリまでデザイン粘ってた感じもする。後に G ガンを3ヶ月で作ってプラモまで売ってた人たちだもんね。とにかくこんな時系列の中、放映前年の7月に書かれた企画書の主役メカに関する記述が実に興味深いの。ポイント3、富野企画書前半。これほぼ本編ではその書き出しはこんな言葉から始まっている。すべて富野監督ご本人がワープロで打ち込んだ文書だそうよ。ガンダムの成功はハイパー核融合炉と放射能隠蔽用に開発された磁性を帯びた金属ガンダリウムの成功によって初めて実用化したモビールであった。非常に貴重な資料なので全文引用したいところだけど、それはさすがに著作権法の規定に引っかかるので一部要約してお届けするわ。こんな感じ。戦後連邦軍はガンダムのマーク2タイプを製作していた。ジオンの技術者たちはガンダリウム合金の改良を続け、4番目の発展型にガンダリウムエプシロンと名付けた。シャアはこれを連邦に売りつける。それを使った新モビルスーツエプシーガンダムは高性能を発揮した。エプシロンがガンマに置き換わったけど、今の流れとほとんど同じ。エプシーガンダムがガンマガンダム、つまりビッグディアスってことか。ガンマは3番目のギリシャ文字で、エプシロンは6番目。なんで4番目の発展系にエプシロンをつけたのかはよくわかんない。勘違いかな。それより注目なのは、この時点ですでにガンダムマーク2とリックディアスの存在が予定されていたということ。さっきピクシブの辞典にもこう書いてあったわね。本来は番組当初からの主役機であったのだが、デザイン作業が難航し、給与の策として前期主役機のガンダムマーク2が設定された経緯がある。ピクシブ百科事典。僕もずっとそう聞いていたぞ。でもガンダムマーク2は放映開始7ヶ月前にもう予定されていたのか。驚きの一文は次の一言。ここからは原文ままでご紹介するわ。そして物語の後半で、シャアたちはガンダムのマーク2とエプシーの技術を統合したゼータガンダムを完成させた。これはスーパー
モビルスーツの名前に恥じないものであった。もうまるっきり本放送のプロットと同じだ。本編でもガンダムマーク2とリックディアスの技術を組み合わせてゼータガンダムを完成させてるよね。そしてゼータの登場時期は物語の後半とはっきり書いている。この時点で富野監督はダンバインやエルガイムと同様、物語後半での主人公機交代を思い描いていた。そんでさっきレタス4ヶ月、Gガン3ヶ月って話したけど、この企画書の日付が1984年7月17日なのよ。思ってたより前に判断してるね。主役機だし変形もあるから余裕を見たのかな。もう一つ状況証拠があるわ。最終的にゼータガンダムのデザインを完成させることになる藤田和美さん。彼がゼータに取り掛かったのは実は84年の暮れらしいのよ。ゼータガンダムは2点3点しましたね。いつ頃からかかってたか覚えてないですけど、確か去年の暮れくらいから入ってました。その時点で大河原さんのゼータラフがあって、変形は一部そこから利用されているんですけど。それで1月には例の顔だけ違うラフが完成してんだよね。すごい急ピッチだし、藤田さん優秀すぎるぞ。それに7月にやばい間に合わないと思って路線変更したとしたら、年末までこの状態で放っておくのは随分悠長よね。尻に火がついてる状況には見えない。実は納期ってのは名目だけで、本当は富野監督がどうしても主役機の途中交代をやりたかったとか、デザインをギリギリまで粘りたかったんじゃないかしら。邪推だな。あとはどうしても長野守さんにゼータをデザインしてもらいたかったとか。ほん、その一つの傍証として長野守さんがデザインしたゼータがもう一つ存在してるの。ちょっと並べてみるね。右がさっきの長野ゼータ、通称百式ラフで、左が長野ゼータのバージョン通過。微妙にあちこち変わってるぞ。これね、右は変形機構を持ってなくてコアファイターを内蔵してるの。え、ガンダムじゃん。そうなの、ガンダムなの。なんでも長野守さんが変形なんてマクロスでもダンバインでもやってんだからガンダムではやらなくていいって言ってそうしたらしいんだけど、その代わり左の長野ゼータバージョン2では変形機構を内蔵してる。とはいえそう書かれてるだけでどう変形するかわからずボツになっており、ここで長野さんは制作現場から離れている。バンダイと揉めた匂いしかしねえな。変形しない長野ゼータがあり、変形を設定に盛り込んだ設定書が7月に書かれていて、変形する長野ゼータバージョン2も作られた。なんとなく状況が想像つくね。そんでさ、ゼータとして作られたけれど変形に問題があったため、変形機構を抜いて別のモビルスーツにリファインされた。これって百式の設定そのままじゃない？本当なのだ。ボツになった長野ゼータを藤田さんがリファインして百式として完成させた。その現実の経緯がそのまま劇中の設定になってるのか。メタすぎる。ポイント4、富野企画書後半、理想の兵器。さてこの企画書後半も面白いわ。初代ガンダムを経て富野監督がどのようにモビルスーツをアップデートしたがってたかよくわかる。全長は15メートル弱、胴体の中央にコックピットコアがあるが、その部分は緊急脱出用のポッドが内蔵され、しかも人型の運動による360度からの荷重に対してのショックアブソーバーの役割を果たすようにリニアドライブによる浮き構造によってパイロットを保護した。驚いた。15メートル、この頃からモビルスーツを小型化したがってたのか。インタビューでも何度もでかくしすぎたって言ってるからね、よっぽど悔しかったんでしょう。さらにゼータガンダムのビームライフルはメイン動力炉と直結することによって強力な射程距離を確保し、その瞬発的な破壊力は増した。ジェネレーター直結のメガ粒子砲ってアイディアはゼータでたびたび出てくるね。そのためだけにゲルググとかメタスを外部バッテリーみたいに使ってたのだ。ミノフスキー粒子による電波兵器の一時的な不能時に使用される対敵視認システムも改善され、視覚センサーによって任意に画像を拡大縮小することが可能になった。もちろんミノフスキー粒子の電磁波の撹乱効果がレンズを通しても現れるために画像は歪む。これも被写体のデータがインプットされていればコンピューターが映像を補正し原子に近い映像として再生するシステムが搭載された。これも富野監督がこだわってたポイントみたい。光学センサー、つまりカメラで見えた情報を CG で補正して表示する。これによりミノフスキー粒子があっても遠くの敵を感知できる。今の CG とか AI 技術を使えば何でもないことだけど、これ書いてるの1984年よ。 PC のスペックもはるかに遅い。当時の PC 処理能力の参考になるような動画を探してみたんだけど、当然ながら CG のリアルタイム処理なんて全くなかった。ただし疑似 3D の有名なシューティングゲームが85年にリリースされてたわ。Welcome to the fantasy zone. Get ready. なんだこれ、飛び出せ大作戦みたいなゲームだな。なんでそっちを知ってんのよ。セガが出したスペースハリアーね。もちろん全部ビットマップで、
動かし方を工夫してるだけなんだけど、でもこれ当時としては凄まじい技術力だったのよ。ワイヤーフレームとかでなく 3D 表現を実現した。こんな時代に富野は CG のリアルタイム処理を考えてたのか。そして変形についてもこう書いている。さらにガンダムでは成功しなかった変形をモゼーターは可能にした。それは空気抵抗の厚い空域での飛行特性を得るために機体そのものを変形し滑空性能を向上させるのである。これも私、富野監督のクレバーなところだと思うわ。以前も紹介したけど、宇宙空間で変形の意味ってないのよ。変形によりスラスターを一方向に向けることで推力を増やしとか書かれてることもあるけど、ゼータの場合変形前と後でスラスターの位置も方向もほぼ同じ。推力も増えてないし空気抵抗もないから別に速くならないのだ。デブリやなんかの影響は軽減できるけど。富野監督は地上での飛行特性、滑空性能を得るために変形すると書いてる。つまりスラスターがどうこうじゃなく空力特性の話。確かにそれなら変形の意味はある。ほとんど宇宙でしか戦闘してないから意味ないんだけどね。別の本にはこんな記述もあったわ。ゼータガンダムの SF 設定に関わった永瀬由衣氏のインタビューにもある通り、ゼータガンダムを用いるエウーゴという組織がスペースノイド主体であり、地球至上主義者のティターンズと戦うという設定もガンダムが地球へ侵攻するための兵器という点に信憑性を持たせている。ゼータガンダムは地球へ侵攻するための兵器。ものすげえ説得力あるわよ。この設定、宇宙が拠点のエウーゴがティターンズの地上の拠点を攻めるとき、モビルスーツ短期で機動的に攻撃を仕掛けられる。キリマンジャロでカミーユがやったのが本来の使い方だったのね。戦艦のサポートなしで敵拠点に降下し、強襲する。ハイパーメガランチャーとかもそのためにあったのかもしんないわ。ポイント5、成立ラフを並べてみよう。というわけでゼータガンダム成立の歴史が随分見えたと思うから、ここで一度手元にあるゼータのラフ画をざらっと並べてみるわ。まずこちら、一番最初は長野ゼータ、84年の初夏頃と思われる。全ての元になったやつ、いわゆるゼータ顔の元祖もここにあるんだね。足回りなんかもゼータの時期のモビルスーツの特徴をよく表してるのだ。続いて長野ゼータバージョン2、頼むから変形させてくれと頼まれた長野守が余白に変形するとだけ書いたが、変形機構は考えなかったやつ。84年夏頃、後に百式やネモになる。右下にしっかりゼータガンダムってサインが入れてあるぞ。パワーランチャーみたいなのもジェネレーター直結のライフルなのかな。続いて大川原邦夫先生のラフ、変形が組み込まれてないので84年夏頃までの5日、ガンダムマーク2の方につながっていくデザイン。縦はもうほぼマーク2だし、 MSV とのつながりを感じさせるね。足なんか高機動型ザクの技術を取り入れてるように見えるぞ。もう一点、大川原先生による変形しないラフ、すごいゲテモノに見えて、よく見ると腰とか足とかマーク2そのものってラインがたくさん。こんなのも。はい、こちら村上克史さんによるゼータラフ。以前紹介した通り、破棄された後にサイコガンダムに使われる。ちなみにこの時点で巨大モビルスーツって設定だったみたい。これなら商品化も早かったんだろうから、バンダイとしてはこういうのにしたかったのかな。シャトルガンダムとして一部で有名な大川原邦夫先生のラフ、おもちゃとして頑丈にするために変形を寝そべるだけにしたそうよ。商品化のことも考えられるデザイナー、大川原邦夫すげえ。そういや、悪名高い寝そべり変形の代名詞であるウィングガンダムも大川原先生だったな。この頃からアイディアはあったのか。こちらも大川原邦夫先生のラフで、背中にフライングアーマーが初登場する。これが藤田和美さんに引き継がれてゼータガンダムとして完成していくので、ということは84年の10月とか11月頃のデザインでしょう。ここでの背負い物が徐々に発展して今のゼータの変形ギミックにつながる。あの変形機構の原案は大川原邦夫先生の手になるものだったそうよ。明記されてないけど、この変形プロセスの説明は大川原先生によるものみたい。大川原先生はご自分で模型も作るし、こういうの得意なんだよな。そして年末から参加したと回想されている藤田和美さんのゼータラフ、最初期のものだけれどかなりゼータの特徴が生まれている。こちら85年12月らしいわ。モデルグラフィックス別冊、プロジェクトゼータより、大川原先生の発明した変形プロセスと長野ゼータの頭部デザインを引き継いでる。こんな形で2つのアイディアが融合するのか。これは1985年1月11日のもの。リテールがゼータによって変形機構もほぼ現行通りね。まだフライングアーマーの形が違うけれども、半月くらいで急にまとまったな。もうほぼゼータじゃん。こちらが3月5日のラフ。さっきのから2ヶ月かけて変形などの立体化検証をしたらしいわ。近藤和久さんやストリームベースの小田正弘さんが協力している。フライングアーマーの形だけちょっと違うな。羽が伸びるギミックがなかったのか。しかしストリームベース協力なんて心強いね。こちらも3月5日、頭部形状だけやや今のゼータと違うけど他はほぼ同じね。ちょっと悪人面、
セータが少し悪い顔してる由来はこの辺なのかな。これも3月5日として紹介されてる。3月1日としている資料もあるわ。ついに完成ね。2と3枚目は模型情報別冊 MJ マテリアル4に掲載。微調整を経て4月12日、いよいよ最後の決定稿。前のバージョンからちょっと腰が太くなって足回りが細くなってるわ。今までのもかっこよかったけど、すごくしっくりくる。このようにとんでもねえレベルでアイディアの融合と試行錯誤がなされてゼータガンダムは完成したのね。めまいがする量なのだ。私も調べてて次から次へと出てくるから気が遠くなったわ。当初のプランではこの後のもずらっと並べる予定だったんだけど。この後？ゼータガンダムウェーブシューター版、ゼータガンダム3号機、量産型ゼータガンダム、Z2、フルアーマーゼータガンダム、ゼータクラス、A 型、C 型、ハミングバード、ゼータプロンプト、ビガジー、ビゼル、デルタクラス、デルタ界。やろうよ。勘弁してよ。僕ライトニングゼータとかゼータガンダム炎とかビルド系も守備範囲だよ。剣士ゼータとか武者ゼータとかガンセイバーゼータとか SD もいけるし、これとかこれとか。まとめ、すべてを把握している人は地上に存在するのか。バンダイの中にはいるのかもね。とにかくガンダム資料のインプットだけを命じられて、今日はザクのバリエーション、明日はゼータ系列の機体を暗唱したりしてる。人権侵害だよ。世界で一番売れた本って聖書の次に指輪物語だって聞いたことあるわ。私実は指輪歌でもあるんだけどね。昔エルフ語でノートに名前書いててクラスの友達にドン引きされてたのだ。あの界隈も変なマニア多いけど、ここまで広くはないと思うわ。ゼータだけでこんだけ語ったけど語り足りないでしょう。僕今回ほとんど何も喋ってないよ。百式の話もしたいし、また今度にしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をしてもらえませんか。あとコメントもちょこっとでも。動画更新継続のためメンバーシップ募集中。今月末の限定動画では今日の司会文書に名前の出てくる結局制作されなかった幻のモビルスーツをご紹介。ゼータはプラモのバリエーションも多くて楽しいよね。ウプ主はウェーブシューターだった初代 HG が完全変形した驚きが未だに忘れられないよ。ではまた。